まずはホームの FC 町田ゼルビア、ゴールキーパーは福井、フォーバック奥山、深津、岡野、太田、ダブルボランチは安井と高江、両サイドアタッカーは平戸はここまで10アシスト、これは G2 リーグトップタイです。右には平川、トップ下長谷川、アーリア、ジャスール、前線7番のドゥドゥです。ゴールキーパーは川田、3バック鈴木、カルロス、グティエレス、そして吉田、右のウイングは黒崎、左には森俊樹、ダブルボランチこの佐藤が戦列に戻ってきています。西谷とダブルボランチを形成します。八千田と高萩のツーシャドウ、そして前節途中出場で決勝ゴールをマークした根本が今日は先発起用です。町田はこの守備マンマーク、ファーサイ、あっとフリーになっている正面、いやー、長西さん今フリーでした ね、フリーでしたね。選手たちの動き出しについててはいたんですけどね、あそこパッと開きましたね。さあゴールキーパーの福井から大変いいボールが出ました。平川優が仕掛けていきます。ボールを持つのは平川、平川が縦に送ってクロスが入る、ファーサイド、これシュート、ドゥドゥのボレー、ドゥドゥねコース狙いましたよね。もう少し体畳んでインステップで打てばいいシュートになったかもしれないですけども、まあ、でもドゥドゥ的にはこのコースが見えたんでしょうね。あ、今ね安井とレフェリーが接触して、安井がちょっと 痛みを持ってるんですよ。あっとヘディングシュートは、根本のヘディング良かったですよね。このセンタリングで走り出しのタイミング良かったですし、はい、まあ、少しねヘディングが当たりすぎた部分があるので枠に飛ばなかったですけども、こういうとこね根本狙ってますよね。ここはチャンスになる根本、黒崎折り返してフリーだ、シュート、ここはよく守りました FC 町田ゼルビア。いや、まずこのねポールバッターですし、ここねシュートワンタッチで打てればねもうすぐチャンスはあったかもしれないですけど、ツータッチしてしまいましたね。根本は湘南から今年の6月に原付で移籍してきました。さあチャンスになるかな、お平川だ、平川が折り返して平川、もう一度平川打っていく、オフサイド、いやまた右サイドの平川がチャンスを作りましたですね。立ち上がりもそうでしたけどもね、失点もリーグで3番目に少ないんですけれども、得点もそれほど多くないという栃木。サードが吉田が蹴ったボール、いいボールだ、押し込んだか、クロスバー、ここで押し込む高萩、栃木 SC 高萩が決めました。高萩洋次郎、今シーズン7月に期限付きでやってきた高萩は栃木にやってきての初ゴールです。まずねここよく叩きつけましたよね。まずこのヘディング競り合いでしっかり体入れながら、ここがねバー当たったんですけど、この後の反応が早かったですよね、栃木の選手たちの方がね。このシーンが増えてくると今度、安井のダイレクトのクロスヘディング、これ今根本ですよ、センターフォワードの根本がゴールライン手前でシュートをかき出していきました。今流れでしたけども、はい、ここねいいボールでこれ入ったと思ったんですけどね、根本がよく戻りましたねこれね。しっかり落ちてそこからダイレクトで3人目がもらうっていう動きがね、あそこもできるんですけどね。八千田がいいボールだ、シュートは根本のシュート、福井がブロックですね。ここねよく見えてましたし、このコントロールからシュートまでね、まあ、でも福井もよく我慢しましたね。安井平川どうする、折り返したボール、川田が止めた、高江のスルーパス、うっとエリアの中オナが入っていきました。入ってきましたねオナがね。さあチャンス、数的優位だ栃木、どうする、4対3の状況、大外がいている、その大外を使ってきた八千田の折り返し、宮崎、途中出場の宮崎のシュートは右のポスト、まだボールは栃木です。 J1 でも世界でも実績十分のチョンテセ、そのチョンテセがニアに寄っていく、
そしてクリアする、タイムアップの笛だ。栃木 SC 連勝、これで3試合連続の無失点、クリーンシートで2連勝、しかも2試合続けて1対0というスコア。いやー、鉄壁な守り、泥臭く今日も勝ちました栃木 SC です。